いやー、40代に GU って似合うのかな。なんかちょっとこう若い人のイメージがあって、大人世代にはなかなか似合わない気がするんだよな。でも安いしトレンド感もあって、なんか気になるんだけど、うまく解説してくれる人いないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、 GU の新作秋物の中から40代の大人世代に似合うものをですね、3つ購入してきましたので、皆さんに全力で解説をしたいなと思っています。僕の普段の動画の中では、ユニクロと GU、 この2つのブランドの中でも圧倒的にユニクロをおすすめすることが多いんですね。まあ、この前のショートの中でもお伝えしましたが、やはり GU の方がユニクロに比べると価格帯は抑えめなんだけども、その分トレンド感が高めなので、なかなか取り入れづらいと思ってる方も少なくないかなと思うんですね。ただ GU にも利点があって、価格帯がユニクロよりもリーズナブルなことと、ユニクロは結構ベーシックにトレンド感を少し混ぜ込むのが得意なんですが、結構定番的なアイテムが多かったりするので、新鮮さだとかワクワク感で言ったらGU に比べるとちょっと落ち着いた感じがあるんですね。なので僕たち大人世代も着こなしの中に1点ぐらいですね、トレンド感の漂うものを取り入れたいのであれば、 GU はやっぱりうまく活用した方がいいと思うんですね。で、かつての GU のイメージだと割とですね、トレンド感強めで価格帯も抑えめなので、ちょっと質感がどうかなと思うことも少なくなかったんですが、最近の GU はかなりよくできているものが多いので、僕たち40代の大人世代でも使えるもの結構あるので、今回はですね、それを証明すべく3つの商品を買ってきましたので、皆さんに全力で解説をしたいなと思っています。とは言ってもですね、なかなか GU の動画って僕がやってもですね、再生回数があんまり回らないんですね。なので、まあ、今回の動画は僕にとっては勝負です。40代の大人世代にも GU が似合うということを証明しつつ、まあ、多くの方に見ていただけるように全力を尽くしたいなと思っていますので、最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、 GU の秋冬のアイテムの中から僕たち40代の大人世代に似合うものをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目は僕が今着てるこちらのですね、ワッフルカーディガンですね。価格は2990円で、カラー展開は4色なんですが、僕が購入したのはこちらグレーですね。この色味がめちゃくちゃ良かったので、即決でこちらを選びました。で、サイズなんですが、僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですけども、こちらは M を購入しました。まあ、GU とユニクロ、サイズ感はやはり違いがあって、GU の方がちょっとゆったりめにはなっているんですが、まあ、最近のユニクロも定番的なサイズ感から少しだけ緩さを出しているので、そこまでですね、劇的な違いはないかなと思います。まあ、確かにユニクロよりは大きいんだけども、そんなに大胆に大きすぎないので、大人世代にも使いやすいようなサイズ感になっているかなと思います。まあ、このようなカーディガンというのはユニクロでももちろん展開してるんですね。まあ、例えばスウェット素材のちょっと中肉厚のカーディガンもやっていますし、あとは定番的な秋冬のですね、ハイゲージのですね、薄手のカーディガンなんかもやっているんですが、意外とですね、このような中肉厚のカーディガンってユニクロではそんなにやっていないんですね。まあ、素材感は商品名にもある通りワッフル地になっていまして、表面に凹凸感があるということで平坦に見えないんですね。個人的にはカーディガンは薄手でタイトなものだとちょっとですね、今っぽく見えないかなとか、体のラインを拾ってしまうので、意外と大人世代には使いづらいかなという印象があって、それよりはちょっと肉厚でサイズ感的に適度にゆとりがあったものの方が程よくですね、大人世代の体型には合わせやすいので、これまさにですね、ベストかなと思います。ユニクロにありそうでなかったようなアイテムになっていまして、素材はアクリルを使って作られてるんですが、チープな雰囲気は全くありません。表面の凹凸感のおかげで退屈な感じもしないですし、なんといっても色味がいいんですね。このようなグレーですね、グレーの中でも明るめではなくてチャコールグレーのような深みのあるグレーで、このようなものはですね、結構都会的に見えるのと、最近結構ですね、ベーシックカラーの中ではネイビー派とグレー派で分かれるところなんですが、ネイビーよりも結構グレーの方が旬な色合いだったりするので、まさにですね、ベーシックな色なんだけどもトレンド感も漂う
漂うような、そんな色味で、もうこれ一択で皆さんにですね、おすすめができればなと思っています。このカーディガン、様々な着こなしが想定できるんですが、まあ、今回は内側にですね、丸首の細かいボーダーのですね、T シャツを着ています。この T シャツ自体がライトグレーっぽく見えますので、カーディガンとこうグラデーションのようにですね、色合わせができるので、このような形で合わせていただくのもいいかなと思います。ボーダーの T シャツにも合いますし、もちろん白だとかライトグレーの無地の T シャツですね。このあたりはユニクロ U のですね、エアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツを合わせていただくのもいいと思いますし、プリント T シャツみたいなものも合います。またはバンドカラーのシャツみたいなものとかにも相性がいいので、そのあたりと合わせていただくのもいいんじゃないのかなと思います。で、ボトムスなんですが、今はブラックを合わせてるんですね。僕の動画の中でも最もよく出てくるので、こちらのブラックのパンツ合わせましたが、グレーとブラックはもう相性抜群にいいので、まあこういった形も想定できますし、あとはもうちょっと明るいですね、白系のボトムスだとか、あとはやぼったさは出るんだけども、オリーブのパンツと合わせたりするのも結構相性が良かったりするので、様々な着こなしが想定できるカーディガンかなと思います。結構このようなちょっと中肉厚のカーディガンってセレクトショップのオリジナルなんかでもよく見かけるんですが、やはり価格帯が安くても7000円以上になってくるんですね。ですが GU だと3000円以内で買えてしまうというところで、かなりコストパフォーマンスも高いですし、だからといって安っぽく見えることはまずないので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今こちら斜めにかけているリアルレザーボディバッグ、価格が3990円ということで、これはちょっとした問題作ですね。まあすごいものが出てきてしまいました。まあ GU の中でもリアルレザーシリーズというのが数年前から展開されているわけなんですが、まあシューズ類がやっぱりですね、代表例なのかなと思うんですが、その範疇がどんどん広がってきていて、バッグにもこのようなリアルレザーが使われているものが出てきたわけなんですが、これめちゃくちゃいいですね。まあ、最近はこのようなボディバッグをですね、斜め掛けしながら着こなしの良いアクセントとして使うことが増えてきてるんですが、サイズ感もちょうどいいんですよね。大きすぎず小さすぎずということで、コンパクトになりすぎてしまうとちょっと女性っぽさが出てしまうし、大きすぎると着こなしの中で邪魔になるのと、どうしてもそこに視点が集中しすぎてしまうので、まさにちょうどいいですね、バランスにサイズ感は整えられているかなと思います。デザインも一切の無駄がなくて、まあ、リアルレザーのブラックを使ってなるべくですね、ミニマルに仕上げてあるんですね。まあ、このようなシンプルな形状のものこそ、価格帯が安いとゴテゴテといろんなものをですね、足すことでなんとかおしゃれに見せようとですね、工夫をするものなんですが、そういった小細工が一切ないですね、ど真ん中のストレートで勝負しているような、そんなアイテムになってるかなと思います。革の質感なんですけども、3990円ということでどうなのかなと思ったんですが、ものすごく高級感が漂うかというとそんなことはないんですが、十分な見栄えは担保できてるかなと思うんですね。質感もいいし、手触りもいいし、それでいて結構軽いんですよ。レザー系のバッグってやっぱり重たいものも結構多かったりするので、そうなると日常使いがなかなか難しいんですが、これは軽くて質感も悪くないので、なかなか完成度が高いかなと思います。またこの本体だけではなくて、紐の部分ですね。このあたりもちょっと太めで、まあブラックなんだけども程よく光沢感があって、このあたりもかなり上品な仕上がりになってるんですね。全くチープに見えないんですよ。またバックルもこのあたりについてるんですが、これも結構ですね、シャープなシルバーになっていまして、このあたりも見え方上品だなと思います。上品に見えるかギラギラか、ちょっとギリギリのラインではあるんですが、全体的にシンプルですし、あとはまあサイドの脇ぐらいに来るので、そこまで目立たないので、個人的にはこれぐらいの輝きがあっても全く問題がないかなと思います。まあ中はですね、結構たくさんの容量入りまして、スマホを入れて、あとは財布を入れて、また 500ml のペットボトルなんかも入れることができるので、結構な量を収納することもできるので、まあそのあたりの使い勝手の良さというところも、一定ラインはクリアしてるのかなと思います。まあショルダーバッグってどうしてもこう、僕ら大人世代が持つと、ダサく見えがちなアイテムの筆頭だと思うんですね。冒頭にもお伝えした通り、結構ごちゃごちゃとデザイン性を持ったものが多い中で、リアルレザーでミニマルなデザインで大人っぽく上品に見えるバッグとしては、これは完成度がめちゃくちゃ高いので、僕たち大人世代こそ持っておきたいようなバッグなので、ぜひ皆さんですね、人気沸騰する前にゲットしていただきたいなと思っています。
はい、続いてラスト3点目は、僕が今着ています、こちらのデニムバンドカラーシャツですね。価格は2490円ということで、かなり抑えめな価格帯になっています。僕が選んだのは M サイズなんですけども、サイズ感は程よくゆったりになっています。実はこのようなデニムのバンドカラーシャツは、ユニクロでも展開がありまして、僕の動画の中でも何度かご紹介したことがあるんですね。ただユニクロに比べると GU はよりトレンド感に振ったようなサイズ感になっているので、よりゆとりを出しているんですが、かといって大きすぎるようなサイズ感ではないので、僕だったら M サイズで全く問題がないかなと思うんですが、まあ、普段の僕だったらさらに大きくても割と好きだったりするので、まあ、これぐらいのサイズ感だったら大人世代結構多くの方に似合いやすいんじゃないのかなと思っています。で、カラー展開は2色ありまして、同じインディゴブルーなんですが、淡い色味とちょっと濃いめのものがあります。僕が今着ているのは明るい色の方なんですね。色落ちしていてカジュアルな雰囲気があるんですが、コーディネート次第で大人の男性にも似合いやすくなります。例えば今僕が履いているようにブラック系のパンツで引き締めてあげたりだとか、あとはホワイト系のパンツでパキッと明るさを足してあげれば、このようなブルーのちょっと色落ちした感じでも大人世代似合いやすいんじゃないのかなと思います。このシャツは使い勝手めちゃくちゃ良くて、例えば着方もですね、いろいろと想定ができるわけなんですね。夏の終わり、秋の始まりぐらいだったら、T シャツの上に軽くこのように羽織物感覚でさらっと着ていただいて、あとは腕まくりをする、こういったスタイリングが想定できるかなと思います。僕は結構このような着こなしが好きで、アウター感覚でこのちょっと緩めのサイズ感のデニムシャツをよく着るんですけども、もうちょっと季節が進んだら、まあ、ちゃんとですね、腕のボタンを締めてあげて、もう少し小綺麗に着ていただくのもいいかなと思います。ちょっとやってみますね。はい、こんな感じですね。先ほどに比べるとラフな感じはだいぶ減るかなと思いますし、前ボタンもですね、途中まで締めてるので見え方がちょっと変えられるかなと思います。このような着こなしもできますし、あとはさらに季節が進んだら、先ほどご紹介したワッフル地のカーディガンですね、これを上に羽織ってあげるのもなかなかバランスがいいかなと思います。はい、実際に着てみるとこんな感じです。ダークグレーのカーディガンとインディゴブルーも結構相性がいいので、このような重ね着をしていただければほぼ GU だけで秋の着こなしも完成してしまうんですね。かなり使い勝手がいいんですよ。さらにはもっと季節が進んで冬になった時にも、内側の程よいカジュアルなアクセントとしても活躍してくれるんですね。例えばロング丈のコートなんかにも合うので、ちょっと羽織ってみたいと思います。はい、実際に着るとこんな感じです。あえてボタンは全部閉めて小綺麗な形で着てあげるのもバランスがいいかなと思います。まあ、ロング丈のコートが持つ綺麗さとデニムシャツが持つカジュアルさというところをうまくブレンドさせてあげるのもなかなか相性がいいかなと思うので、このようなデニムシャツは秋の始まりから使えて、冬まで使えて、さらにはまた来年の春まで使えるので、真夏以外は結構使えるようなアイテムなので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では GU の秋の新作の中から40代の大人世代に似合いそうなものですね、3つご紹介させていただきました。カーディガンがあり、デニムのシャツがあり、そしてボディバッグですね。この3点はかなり大人世代にも使いやすいかなと思います。まあ、GU イコールトレンド感が強くて、大人世代にはなかなか取り入れづらい。まあ、そういったイメージもあるかなと思うんですが、実はよく見てみると、そこまでトレンド感がバキバキに強いわけではなくて、ユニクロよりはトレンド感強いんだけども、意外と大人世代にも取り入れやすいものが多かったりするので、まあ、そういったものをですね、僕もめげずにですね、こちらのチャンネルの中でご紹介ができればなと思っています。まあ、ぜひ皆さんの方でも GU のこの商品は大人世代にも似合いそうだなというものがあったら、どんどんコメント欄で教えていただきたいなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、このあたりの情報に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週末にですね、ライブ配信をやっています。こちらの方では皆さんからのご質問にその場でお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方もいらっしゃると思うんですね。僕も YouTube は撮る専門で、なかなか見る時間がないわけ
けなんですが、まあ、そんな方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方はですね、動画ではなくて文章と写真ベースで今日のおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説なんかをですね、もうリアルタイムでお伝えしています。僕も毎日記事を書いていますし、僕以外の専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって楽しめるようなコミュニティになってますので、よかったらこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。